ザ・ゴドウだ。スカウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものを。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやる。何？俺のものになればフリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚か、永遠の命だけはフリーザ様に勝てると思うか。やりっこ。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっていない。フリーザ様の実力はそんな次元さ、バルトに超越しておられる。ガッフッセイカーイエイバトルだ。はギャリックホール。覚悟しやがれ。あれれれれれ。サイヤ人を恐れていたそうだ。そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。見れやがって。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。
です。あの家に。あれか。ネイルさん、無事だったんですね。よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも中へ。最長老様がお会いになる。でかい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいで、もうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？ナメック星人がいる？いたのか。はい。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかしあの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてくだされ。過去？なんと過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか？おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところであなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことにまだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさかそんな力なんて残ってませんよ。今でさえもう限界を超えてるくらいなんすよ。力が、うひゃー、力が吹き出してきた。すげー。もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつきっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。
強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい、お気をつけて。あっちにあるドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これクリリン君なのかな。きっとそうですよ。じゃあこっちの一つは、こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて、ほらここんとこ一つだけポツンと。はベジータが村を襲っているって言ってた、その方向ですよ。でもベジータはそこにはいませんよ。木が感じられませんから。わかった。あいつ村は襲ったけどドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕そのドラゴンボールを取りに行きます。よし行くぞ。ね、あのさ、ありがとうございます。いいぞ、今のうちだ。近くに恐ろしい奴の気は全然感じない。ご飯くん、よろしく頼むわね。
てもなんとか勝てそう。はい、行くぞ。はっ、や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 っ、そう、なんか僕がやっつけてやる。でも、なんとか勝てそう。はい、行くぞ。でも、なんとか、なんか僕がやっつけてやる。いや、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 
いでドラゴンボール見つけないと。内藤くんに行っちゃダメだよね。じゃあやってみようかな。
僕も頑張れたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。じゃ、やってみようかな。僕も頑張れたよね。やったー、お魚さん